去年の秋のこと。仕事が早く終わって自宅に帰った。今の障子開けたら、熊がいた。仏壇の果物かごを漁る熊を見て固まる私。とりあえず、熊が果物に夢中になってる間にこっそり逃げようとしたけど、今で赤ちゃん、姉の子が寝てるのを発見。腹をくくって忍び足で赤ちゃん確保。したら、じーって視線感じた。熊、こっち見てる。こっちみんな、こっちみんな、こっちみんなと、何度も心の中でお願いしてたら、熊、果物かごに向き直る。その隙に、再び忍び足で自宅脱出。車に立てこもり、警察に電話。ここまで、私修羅場。すぐ猟友会が駆けつけ、縁側と玄関を取り囲み、狙撃態勢に入る。しかし、熊は、こっちも空いてた勝手口から山に逃走。ここまで、熊修羅場。立地の都合で、勝手口で狙撃はできなかったらしい。暑かったので、勝手口、縁側、玄関開け放してて、姉が近所に回覧板を、ちょっとのつもりで届けに行き、そのまま話し込んでしまった間の出来事でした。